ブロームーント・ホス P212 ブロームーント・ホス P212.03 ブロームーント・ホス P212 は第二次世界大戦末期にドイツのブロームーント・ホスで開発された無病クジェット戦闘機である。ブロームーント・ホス P212 は1944年にドイツ空軍により提示された緊急戦闘機計画に応じて計画されたもので、 同様に開発されたホッケウルフタ183やユンカース EF128 と同じく新型のハインケルヘスレイ11ジェットエンジンの搭載が予定されていた。特徴的な無尾翼の機体構造は先立ってレシプロ機として開発されていたブロームウントホス P208 を踏襲したものであった。最終的にドイツ空軍は緊急戦闘機計画の 高高度戦闘機として、フォッケウルフタ183の採用を決めたが、ブロームウント、フォス社は、P212 の開発を独自に進め、風洞実験や構造試験に続いて1945年5月から、試作機3機の製作に取り掛かった。最初の1機は、同年8月の初飛行を目指して製造が行われたが、ドイツの廃線に伴い開発計画は中止された。 ありがとうございます。